ジョシア・リッチーはイングランド・ウエストミンスター出身の男子テニス選手。1908年のロンドン五輪で男子シングルスの金メダルを獲得し、ウィンブルドン選手権でも1908年と1910年に男子ダブルスに賞をあげた選手である。同選手権の男子シングルスでは1909年に準優勝があった。彼はイギリス軍の少佐であったことからテニス文献では メジャー、ジョサイア・ジョージ・リッチーがフルネームとして記載されている。ジョシア・リッチーのウィンブルドン選手権出場記録は文献では1898年のベスト8まで遡ることができる。1902年から1904年まで、リッチーは3年連続でチャレンジラウンドの決勝まで進出したが、その決勝で3年連続敗退を喫し、チャレンジラウンド勝者と、 大会前年優勝者によるオールカマーズファイナル進出を逃した。その後もリッチーはウィンブルドンのチャレンジラウンドで準決勝止まりが続き、なかなか男子シングルスのオールカマーズファイナルに手が届かなかった。1908年の男子ダブルスでリッチーはニュージーランドのアンソニー・ワイルディングとペアを組み、初進出の決勝戦でアーサー・ゴアハーバート・ロー・パーバレット組を六から一 6から2、1から6、1から6、9から7で破り、ようやくウィンブルドン初優勝を決めた。1908年のロンドン五輪では、テニス競技は、通常の屋外競技に加えて、室内競技の2種類が実施された。ジョシア・リッチーが、男子シングルスの金メダルを獲得したのは、通常の屋外競技である。屋外競技の男子シングルス決勝にて、リッチーは、 ドイツ代表の夫をフロイツハイムを7から5、6から3、6から4で破って、金メダルを獲得した。同じ屋外競技の男子ダブルスでは、リッチーはジェームズ・パークと組んで銀メダルを獲得している。リッチーは室内競技にもエントリーし、ここでは準決勝でアーサー・ゴアに敗れたが、もう一人の準決勝敗退選手であった、ウィルバンホース・イーブズが、 同メダル決定戦を棄権したため、室内競技の男子シングルス同メダルも獲得した。この変則的な方式の大会では、屋外競技は男子シングルス45名、男子ダブルス21組で優勝を争ったのに、対して室内競技は男子シングルス10名、男子ダブルス5組のみの戦いであった。室内競技は1912年ストックホルム。 五輪でも実施されたが、ロンドンとストックホルムの2大会のみで廃止された。オリンピックの翌年、1909年にリッチーは、ウィンブルドン選手権で、ようやく男子シングルスのチャレンジラウンドを制覇し、祝願のオールカマーズファイナル進出を果たした。5年ぶり4度目のチャレンジラウンド決勝で、ハーバートローパーバレットを破ったリッチーは、 初進出のオールカマーズファイナルで、アーサー・ゴアと激突した。リッチーはゴアに8から6、6から1、2から6、2から6、2から6の逆転で敗れ、ウィンブルドンの男子シングルスで準優勝に終わった。1910年のウィンブルドン男子ダブルスで、リッチーはアンソニー・ワイルディングとのペアで2年ぶり2度目の優勝を果たした。ウィンブルドン選手権にも第一次世界大戦を挟んだ。 中断期間があったが、リッチーは、終戦後再開された1919 19年の大会にも出場し、48歳にして、チャレンジラウンドの準決勝に進出した。リッチーは、イギリス国外の大会でも活躍し、ドイツ選手権にも1903年から1906年の4連覇を含む、シングルス5勝とダブルス2勝を挙げている。ジョシア・リッチーは、 長い競技生活の間に何人かの同僚選手の死去にも接している。二度一緒に優勝したダブルスパートナーのアンソニー・ワイルディングは1915年5月9日に第一次世界大戦で戦死した。リッチーは1900年代にウィンブルドン選手権で一緒に戦ったライバル選手たちの中では最も長生きした人であったが1955年2月28日に イギリスアシュフォードにて84歳の生涯を閉じた。ありがとうございます。